おはようございます。まちチャンネルです。青森旅7日目の朝、岩木山のふもと岩木青少年スポーツセンターキャンプ場で迎えた朝です。めっちゃ晴れてます。ここは青森のふもとパラと呼ばれているようで、とても広々したキャンプ場です。平日ということもあり、人もほとんどいませんでした。ゆっくりと久しぶりにソロキャンプを楽しめました。キャンプ場には温泉も併設されていて、しかも滞在中は何回も入れると。とても素晴らしいキャンプ場です。今車内で先ほど DCM で買ってきた部品を使って DIY しています。最近は旅に出ている時にホームセンターによって DIY することが多いです。いろいろ試しながら変えたいところがあればまたホームセンターによってっていう感じです。今回はここの部分に取り付けて磁石で止められるようにしたいと思います。結構いろいろなところに磁石を利用しています。例えばこことか、ここもそうですし、帽子をかけてあるところもそうです。こんな感じで取り付けました。こちらは私がよく使うんですけれども、このオレンジ色が結構好きでよく使っています。で、これが同じものがいくつかあるんですけども、どこかにしまっておくと電気が切れた時に交換するのがめんどくさいので、ここにこの並びに置いておきたいと思います。裏が磁石がくっつくようになっているので、これをこんな感じでくっつきました。強力なので動きません。ちなみにこれをつけてみると、こんな感じで結構雰囲気出ます。今日は DCM のマルチクッカーを使います。一番上がフライパン、2番目が蒸し料理にも使います。
番下が鍋、ラーメンなどできます。今日はここに水を入れて蒸し料理をやってみたいと思います。料理といっても蒸すだけなので楽です。世界で一番売れている冷凍チャーハン。乾杯。いただきます。うん。うまい。餃子いきます。